さあ、それでは時間なんで、はい、はい、それでは早速いきましょう。ひな壇で MC の方に振ってもらえるコツはありますか？あよくやっぱり MC やってて、あ、振りやすいな、振りにくいなってもちろんあると思うけど、はい、自分がやる場合、うん、それはもう当然あるよな、あの、いや君は振るやろ、多分そういうことよ、だからなんかめっちゃキャラあるとか、なんか仕込んできてるとかやったら絶対一発目、あの振ってもらえるやろうし、はい、もちろんギャグある人、はい、それから特徴ある人は声高いとか、うん、めっちゃ太ってるとか、なんかめっちゃこわもてやとか、なんかそういうのがあると振ってもらえるっていうのが大前提かな。ほんでキャラの薄い、だからうちで言うと俺みたいな方な、木下はこうなんか一発振った時なんかがあって、なんもない、こういう時相方って大事やねんけど、ひな壇座ってます、で相方にがキャラある方に振ってもらいました、で何かやって人笑いありました、ほんで次 MC 次行きたいねんかもうな、次行ってバーって回したいねんけども、若手の時頑張るのは特に松竹に多いねんけど、これはやっぱり経験が少ないから、それしゃあない、俺らもちょっとそれで頑張ってきてんから、そっからちゃんとこう腹割ってしゃべらなあかんねんけど、ひな壇の経験ってやっぱりこの今少ないやんか、だからもう手っ取り早く教えるけど、ひな壇で座ってて相方がいじられましたっていう時に、このツッコミの方とか相方はツッコんであかんねん、ツッコミはいらんねん、その時はここ、それはもう MC が処理することやから、で一番初めにどうしてもやらなあかんのは、この人の相方のうちの相方のいじり方を一応説明書見せなあかん時あるやんか、こうこいつってここいじってあげたらこうなるんですとかっていうのだけ一発、なんかの時はーやーってあげて、なんやーってツッコミの方が頑張って、なんかこうこうこうでって言って一発ボケさせて、人笑いが生まれたらもう次からツッコまないとか、基本的にひな壇ではツッコミいらない、ツッコミはガヤだけやな、 MC に対するガヤとかゲストに対するガヤとか、相方にはもうツッコまん方がいいのが実は鉄則やねんか、でこれを早めに覚えると結構ひな壇でひな壇の仕事が増えやすいとか大事にされるとか、あいつは分かってないなんだけどね、どうしても頑張っちゃうから、スクール時代に学び今も大切になさっていることは何ですか？今のスクールってめっちゃええと思うねんか、ほんまに若手をなんとかしようっていうのがあって、昔はなんかな、古いお笑いのなんか感じが残ってて、うん、なんか面白いやつしか興味ないねんっていう、なんかやってみいやって思うんだよ、早割りとか来んないよな、今はなんかその誰でも個性をこう引き出そうっていう風なことをみんな必死に思ってるから、うちの社員の人らは、だから全然多分こうずっと残しておけるようなことあると思うんだけども、こういう清さんやろ、清さんと、まあ、でも良い子もそうかな、今でもその付き合いのあるこういう人らと、その頃、まあ、一般そんなことですごい仲良くなって、その関係がずっと大事で、だからその時にできた人間関係が、うん、結局一番大事なのはライバルやねんけど、ライバルやねんけど、誰かがさっき受けた時、そのバーターっていうのがそのバーターっていう時にやっぱりな、例えばこの人が良い子がさっき売れたとしようよ、バーッと売れました、売れた時にその面白いからっていうのを一番分かっといてほしいわけよ、俺はこんなやつが面白いからと分かっといてくれたら絶対一緒に仕事しようってなるからさ、なんかそういう人間関係絶対作っとったのに、だからなんか普通にお茶バーってして帰るよりもちゃんとなんか芸人同士として付き合ってほしいよな、最後になんかこう伝えとくというか、まあまあ結構今の中で入ってると思いますけど、楽しい今、はい、まあ、楽しいです、この今この時間とかいうよりも今こういう道選んで楽しい、楽しいです、楽しんでやってる人ら順からこう上に引き上げられていくような世界と思うねんか俺、うん、であのつまんなさそうな顔してネタやってる人たちもそのつまんなさそうなやってる雰囲気をものすごい楽しんで作っとるわけやん、例えばな、楽しいことを一生懸命してたらとにかく次のステップ行くし人は寄ってくる、もうシンプルな世界だから、とにかく楽しんでください、うん、で楽しくなかったら時間ももったいないから多分次のこと考えていいと思うとか、うん、コンビ変えるでもいいし仕事辞めるでもいい、これ辞めるでもいいし、今やってることが楽しいかどうかをもう一回こう考えて、楽しかったらなんか突き進んで、ほんなら周りの人絶対楽しいから、楽しい人寄ってくる。だから、楽しんでください。はい、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 立て、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、木本さんでした。